はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。8月17日午前8時です。滝行してきました。8月に入ってからずっと滝行してるわけですけれども、まあ、本来であればですね1週間ほどで満行となるんですが、まあ、なんとなくインドに行くぐらいまで滝行しようかなという感じで続けています。とはいえですね、今日これから1泊2日で別府の方に家族サービスです。お盆価格でなかなかにお高いんですけども、まあまあいいかなと思います。ただお酒とかお肉はいただけません。とはいえ高級ビュッフェというふうに聞いてますので、自分で食べるものを選べるのもいいかなと思います。まあ、お酒飲めないのね、ちょっと寂しい気がするんですけども、まあ、僕は飲まなきゃったら飲まないで全然いいんでですね、そんな感じで朝滝に打たれまして、で今日は家族サービスでお酒とお肉は遠慮しますけれども、明日帰ってからおそらく夜になると思いますけども滝行して、でインドの前々日ぐらいまでやっていきたいなと思います。いいですね、青々としていますね。でもお盆過ぎてなんとなく涼しくなってる感じがします。あのところでですね、前回までですねしばらく夜中のひそひそトークやってましたけれども、実はですね苦情をいただいたような感じでして、もともとねあのアパートというかマンションというかはですね騒音があるということで、まあ、よく人の出入りが激しかったんですよね。でもしかしたらですね僕が一番騒音の原因を作ってんじゃねえかなと思わなくもないというか、実はあの事務所で使ってますので割と使い放題やりたい放題してるんですよね。でほとんどの方が家族というかご夫婦でお暮らしのようで非常になんか申し訳ないなというふうに思ったんですけれども、引っ越すことにしました。はい、まだ具体的に動いてませんけれども、ネットで調べたぐらいですが引っ越すことにしました。今のところもねまあまあいいんですよ。駅からそんなに遠くないですし、とはいっても1キロ以上は歩きますけどね、あと新築だったわけですね。で広さ的にも事務所としては、まあ、ちょっと広いぐらいで良かったんです。でデザイナーズマンションということですので、まあ、割とおしゃれでまあまあ良かったんですけども、まあ、最初からね懸念していたところがあの木造なんですよね。お、なんかいたなんかいた、一瞬痛くなった。そう木造だったから割と声響くんじゃないかなということで、まあ、そういうこと言われてはいたんですけども、まあ、いよいよね夜中にずっとやりすぎてると、あでもこれもね次に行けってことだなと思ったわけですよ。家賃も7万ちょいぐらいでまあまあお手頃なんですが、まあ、正直引っ越しをした3年前、2020年の10月と比べてですね、僕の状況、まあ、収入状況も含めてですね随分変わってるんですよ。まあ、かなり変わってるわけですね。でかなり変わっているので同じ環境で維持するのもちょっと僕の中で限界があるのかなと思ったわけですね。いや収入が上がったからといって生活スタイル変えてどうたらこうたらってですね、まあ、批判されることもあるんですが、これ決して、ね、生活スタイルを変えるというわけではなくて必要な投資をするということなんですよね。今の環境ではちょっとね伸び伸びできないということが分かりました。でもうちょっと広くてもちろん木造じゃないですね、そしてまああの10階建てぐらいのところの最上階ぐらいでドゥエーンってね行きたいなと思ってるわけですし、でそうやって考えたら、まあこれね賛否両論あるかもしれませんけども、レイアウトとかも少し変えてみたいなって思ったりしています。今ねあの机に座ってなんかこういうねあのいろいろ本棚がガーってありますけども、まああれはあれでいいけども、あのいきなり変えるとねと思われるかもしれませんが、ちょっと別のバージョンでもいいかなと思ったりします。で実はそのこともですね3年前に引っ越して一回変えてみたんですよ。そしたら元がいいって言われたんで同じ机を買ってやったわけですね。でひょっとしたらまた同じ机を買うかもしれませんけども、しないかもしれないということですね。ただもういいかなっていうなんか次々とですね進んでいこうと、例えば今ねだいたいチャンネル登録で10万ぐらいじゃないですか。で100万を目指すためにはね今のでは少し、限界があると思ったわけですよ。次にステージに進むためには環境もどんどん変えていきたいと思いますし、それに伴って僕の考え方とかですね生活スタイルもどんどん変わっていくわけなんですね。でまあ、この3年間で変わったことといえばですね、会社をもう合計3つ作ったんですね。2020年の段階ではですね、まだ株式会社アンサーというところだけだったんですけども、すぐに事務所を移って丸い人株式会社というですね、ジャズの会社を作りました。おかげさまなんですよ。本当おかげさまでですね、ジャズの会社を作ってジャズ部門がドゥーッと伸びちゃったわけでしょ。でその前にね、株式会社アンサーを2010年に作ったわけですけども、あの時別に作る必要なかったんですよね。
ただですね、なんかそんなことちらほら言ってる時に、あの世に聞いたこの世の仕組みっていう、まあ、本を書かれている雲国際さんが、あの当時サラリーマンで、そろそろあの会社を辞めようと思うんで、まあ、お世話になった人で、まあ、お世話してるつもりはないんですけども、まあ、ちょっとご縁のあった人に、私が、名刺となんかロゴとかをプロデュースしたいと思うんですよっていうふうにご連絡いただいたわけですね。で、ああ、よかったよかったと思って、で、なんかやってもらおうかなと思った時に、あの、実は近々いつかわかんないですけども、あの、会社作ろうと思ってるんで、それまでもうちょっと待ってもらってもいいですかって言ったら、いやー、あの、実はもう今月いっぱいで辞めてしまうんで、会社にいる間だけなんですよっていうふうに言っていただいたわけですね。で、あ、そうなんですが、ちょっとまあ時期が違うのかなと一瞬思ったんですけども、なんとその1時間後に、国際さんから、僕の会社のロゴと、アンサーという名前とですね、コンセプトの書いた、まあ、企画提案書みたいなのがバーンって来たわけですね。いや、あの仕事ね、いっぱい立て込んでるんですけども、こういうことはね、なんか進んでいってしまうんですよね、みたいな感じで、バーンっていただいたんで、あ、じゃあもう会社作ろうということで、バタバタと会社作る手続きに入ったわけですよ。で、もちろんね、最初ご好意でいただけるというふうになってたんですけども、国際さんからはですね、さすがにやっぱり悪いということで、まあ何十万単位で、まあ何十万でもないですけどね、まあ十数万単位ですけれども、お支払いさせていただきまして、で今に至るわけですね。だからあの時会社作る必然性なかったんですけれども、でもそういう国際さんがご提案いただいたっていうきっかけがあったんで、急いで会社を作りまして、で最初の1年目はもうさんさんたる結果ですよ。もう税理士さんにね、最初の決算数もね、自分で作ろうと思ったわけですね。なんせそれまで青色申告でさえないですね、白色申告で売上と経費足し算引き算したらそれで提出できたわけなんですね。だけども会社になっちゃうと決算書を作る必要があると、でそれ自分で作ろうかと最初思ったんですけども、実際決算が近づいていろいろ調べてみると、こんなんできるはずないわけですね、自分でとか。で急いでそのいろんなと電話しまくったら、まあ最初ね、やっぱ 5,6 件断られたわけですよね。急すぎるし安すぎっていうかね、そんな値段じゃできないというか。でそこをしているとですね、税理士になったばっかりの今もお世話になっている方なんですけども、まあ、事情を説明したら、まあ、とりあえずちょっとあの来てみられんですかって言って行って、で、なんか渋い顔をされたんですが、じゃあまあ一応これぐらいであのさせていただきますねってことで頑張ってくださいねみたいな感じなんですけども、あれからまあだいぶ経ってですね、もう10年以上経ってますけども、おかげさまで億を超えまして、もう税理士さんからもね、あのいやーすごいですねっていうね言っていただいてるわけですね。年一緒ぐらいなんですよ。ちょっと上かな、一つ二つ上ぐらいですけども、大体一緒ぐらいの方ですけれども、それでまあ3年前に丸い人株式会社を作りまして、まあ、それもね、まあなんか軌道に乗ったらいいですねって感じだったけども、なんとやっぱり1000万ぐらい超えちゃいましたからね、それはすごいですね。であの一般社団法人新カード協会というのも昨年末に作りまして、それもね、あの1000万超えてしまったわけなんですね。でつい最近ですけども、7月に大流株式会社というのを作ったわけですけども、それ何をしようかってまだねちゃんと決めてないんですが、一応会社だけ作って形だけ作るとですね、何かハマってしまうんですよ。だからまあ、あの新しい事業部門としてですね、不動産とか飲食業とか、海外投資とかですね、まあ、そういったところ一応定款には書いてるんですけども、なんか動き出すんじゃないかなと思って、まあ、一応インドネシアの事業は一応動き出してるっていうふうになっています。であとですね、あの3つ会社作って事務所移って、あと従業員をですね、まあ、雇うことができたわけですね。で雇うとですね、僕すごい楽になったんですよ。めっちゃ楽になったんですね。今までやっていたことがですね、全部お任せできるわけでしょ。そしたら僕自身もそのお任せしてる空いてる時間にですね、バババババババッといろんなことができるようになったわけですね。であと従業員の方ですね、まあ、とてもあのいい方で、僕のね、あの話し相手になっていただけるんですよね、普段。愚痴とかですね、なんかあのネガティブなこともまあまあ言いたいじゃないですか。で、ね、全部聞いてくれるんでですね、そういう意味でもすごくあのいい方に出会えたというか、もともと知ってる方だったんですけども、大昔から。まあ、あの、お互いというか、その方も暇って言ったらね、失礼ですけども、まあまあ、あの、時間があったんでですね、最初お手伝いしてもらってて、じゃあまあ、いっそのこと社員になって社会保険入りますって言って、まあ、そんなことトン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 すんだわけですね。で、つい最近ももう一人ですね、まあ、雇ったというか、まあ、社会保険にね、入ることになりましてですね、まあ、社会保険に入ると、僕が雇用主がですね、社会保険をですね、2倍払わないといけなかったりとかですね。まあ、費用はかさむんですけども、でもそれは十分ね、その価値あるわけですよ。で、実際その分のですね、お仕事もね、全然していただいてますんで、もういいことずくめっていうことですね。で、あとですね、まあ、これは別に言うべきことじゃないかもしれませんけども、あの、顧問契約をですね、とある方と結んだわけですけども、まあ、とある方っていうか、音楽の関係で杉山さんなんですが、やっぱりね、こんだけしてもらってる、ジャズライフとかジャズジャパンとかですね、ご紹介いただいてますし、それ以外にもですね、有形無形のですね、いろんな恩恵をいただいてますんで、いや、これはまあちゃんとですね、まあ
万年間100万、まあ、7桁単位ぐらいのやっぱ顧問料をお支払いしたいなということでですね、まあ、させていただいてることです。でするでしょ、そしたらね動き出すんですよ。面白い話ですよね。やっぱりチャレンジすることが大切ですね。会社作ってガー動き出したんですよね、10年前に。で事務所移行してガー動いたでしょ。でまああと3つぐらい会社作って、あと従業員雇って、で顧問契約してっていうことですね。どんどんやってるとどんどん行くんですよね、バーっていうことで。でベン使ったじゃないですか。ベン使ってからも随分変わりましたし、やっぱりねお金はね使うところに使わないといけないですよね。生活スタイルとかライフスタイルをですね、贅沢に従って変えてるわけじゃないですよ。いや、もちろんね、なんかお寿司食べに行く機会は、大昔よりは増えましたよ。でも、それはそれで、非常に大切なことですんでね、いろいろお話とかする上で、とても大切なことですんで、それもまあ、仕事のうちというか、まあ、技術のうちということですね、させてもらってるところです。というわけでですね、まあ、ちょっと近況報告みたいなことばっかりで、別に何か、ためになる話かどうかわかりませんけども、使うときはちゃんと使ってですね、ダイナミックに次に進むということです。なので昨日ね、ちょっと苦情をいただいたような雰囲気がありましたんでね、まあ、実際そういう紙をもらったんですけれども これきっかけだなと、これはもうね前向きに捉えましてですね、次に進みなさいということですね。なのでまあもう少したらインド行って帰ってきたから具体的に動こうかなと思います。まあそしかしたら YouTube のですね雰囲気もガラッと変わるかもしれませんが、まあそれはそれでですね、あなんか違うかもしれないということで離れる人もいるかもしれませんけども、やっぱりね10万単位じゃなくて僕はもう100万単位でですねガーっていくような感じですんで、これもう予言しますんでね、必ずそうなりますんで、というわけで、次に進みたいと思います。ありがとうございました。